おいっす、こんにちは。えっ、ー、とね、今日はね、えー、何の話なのかっていうと、なんでわざわざ、その、家賃の高いところに住んだんだっていうね、まあその答えをちょっと話そうと思うんだけれども、で、えっ、ー、とね、今日ね、ちょっとね、あの、俺頭の中、ちょっと運動してきたんですよ。運動してきてあた、ちょっと疲れてる状態だから、うまく話せないっていう保険をかけちゃダメだ。うまく話せないっていう保険はかけないんだけど、 ちょっとね、あの、長くなっちゃうかもしれないから、時間ない人もいるじゃん。時間ない人もいるから、もう一行で言うわ。正直この一行でもう言い切れると思う。家賃高いところに行って、あの、ひいひい行って、必死になろうっていう、これだけ。俺の今日の動画はこれだけ。もうこれだけで、あの、動画理解したことになるから、あの、もう時間ないって人はもうここで OK。ただ、 俺がまたぐちゃぐちゃ話すのが聞いていっって人は、このまま聞いて、聞いて、聞いておいてください。まあ前提としてさ、俺、引っ越したじゃないですか。引っ越して、家賃9万円のところに今住んでるわけなんですよね。で、俺の手取りが21万なわけなんですよ。多分ここの家計簿に載ってると思うんだけど、えっと、マイナス3万円ぐらいの、多分赤字が出てる。3万円か4万円かわかんないけど、とりあえず赤字は出てるわけなんですよね。毎月ね。 もちろん、えっと、俺、ボーナスが出てるから、ボーナスが年間40万40万で80万円もらってて、ええー、まあ、それとの差し引きでは、まあ、年間なんとかプラスには持っていけるわけなんだけれども、ただ、毎月、まあ、3、4万、マイナスが出てるわけなんですよ。しかも、多分、俺はかなりいろいろ物事を甘く見ながら進めていくから、おそらくもうちょっと出費っていうのは増えていくわけなんですよね。でですよ、えっと、まあ、経済的合理性というかさ、 経済的、ま、なんだろう。お金の面でどっちが得かっていうのをさ、考えたら、まあ、結構いろんな人から意見もらったんだけど、いや、実家があるんだったら実家に住んどけばいいじゃんっていう意見だったり、あとは、えっ、ー、と、いやね、家賃っていうのは手取りの3分の1。つまり、俺の手取りは、えー、と21万とか20数万だから、 えー、まあ、6万とか7万が限界なんじゃないんですか。なんなら5万ぐらいのところも視野に入れてもいいかもしれないですねっていう意見も、えー、もらったんだよね。でも俺はやっぱ高いところに住んじゃったわけなんですよ。で、えっ、ー、ともう本当にね、えっ、ー、と経済的合理性というかさ、その正論っていうのを、お金の面で正論っていうのを考えると、明らかに実家とか家賃安いところに住んだ方がいいんですよ。いいんだけれども、 でも、俺はなんでこの9万のところに住んだのかっていうと、ちょっとね、あえて自分を厳しいところに、厳しい環境、まあお金の面で厳しい環境に置いて、それで、まあ仕事をね、頑張っていこうっていうことがあるわけなんですよね。で、もしかすると、そのこの話っていうのは、前の動画の時に前、昔の動画で話したかもしれないんだよね。この、今年はあえて厳しい環境に置いて自分を磨くんだみたいな。 動画出したじゃないですか。多分それと重複したことになるんだけど、ちょっとね、もう一回ね、あの、決意表明ってことで聞いてほしいんだけど、もうとにかくこれね、もう仕事を頑張ろうってね、いう風に思ってるわけなんですよ。うん。だから、あえて高い家賃のところに住んでる。っていうことなんだよね。で、俺さ、その前2.5万のところに住んでたじゃないですか。2.5万のところに住んでたり、あとは実家に住んでたりすると、やっぱりその給料が低くても、 その、全然余裕で暮らしていけるわけなんですよね。うん、なんなら、その、俺今俺年収400万ぐらいなんだけど、その実家とかに住んでると、正味ね、年収700万とか800万ぐらいの生活はできる気がするんですよ。ただ、えっ、ー、と、それっていうのは結構モヤモヤするわけなんですよね。まあ結局、その実家に甘えてしまって、ダラダラっとやってで、仕事ももちろんちゃんとやってるし、 サボらないし、結果も出すけれども、ただ、もうちょっと、あの、頑張れるなっていう、やっぱ瞬間があるわけなんですよね。ただ、その、頑張ろう、頑張れるって言った瞬間が、この、あ、でもどうせ頑張んなくても、今の給料のままもらっていけ、今の給料のまま過ごしていけば、別にきちんと生活できるんだ,だから、ここで頑張る必要っていうのは、まあ別にないかもしれないなっていうふうに思っちゃうわけなんですよね。 じゃあ、その状況っていうのが、俺の今後の人生の中でいいのかっていうと、まあ、やっぱ良くないと思うんですよね。うん、まあなんかさ、急に自己啓発みたいな、そんな感じにはなってしまうんだけどさ、その結局、その人って厳しい環境に置かれて、成長ってするわけじゃないですか。もちろん、その厳しい環境に、ね、で仕事しすぎて、まあちょっとメンタルを読んでしまったり、 あとは体調を崩してしまったりっていう人もいると思うんだけど、えっと、そこはきっちり休んだ方がいい。そこは絶対休んだ方がいい。うん、もう体が SOS を出してる。体と心が SOS を出してるんだから、もしそうなった場合っていうのは絶対休んだ方がいい。ただ、俺は、えっと、そういうふうになるまで正直仕事をしたことがな,かないわけなんですよね。だから、その、新卒からもちろん仕事はちゃんとやってるし、サボったりももちろんしないんだけど、 何かに熱中して本当にこの仕事やってやるぞみたいな風で仕事をしたことがないわけなんですよね。で、えっ、ー、と、いつもさ、俺この例を出して、まあ恐縮なんだけど、恐縮っていうかさ、まあ本当おこがましいと思うんだけど、まあ俺ってイーロンマスク大好きじゃないですか。で、イーロンマスクっていうのはもう世界一の大富豪で、もう富、名声、なんだろう、ワンピースのやつ、富、名声、力、本当にさ、ガチでこの世の全てを 手に入れた男みたいな感じじゃないですか。にもかかわらず、あの、いろんなことをやって、成果を出して、まあ、この世界を変えようとしてるわけなんですよね。で、そんだけ熱く生きてる人がいるにもかかわらず、俺は、くすぶってるわけなんですよね。うん。くすぶってるわけなんですよ。 で、もちろん、あの、これさ、漫画とか小説だったら、その、自分に能力がある。でも、くすぶってる。じゃあ、一生懸命やったら、その才能が開花して、えー、ものすごい成果を出せる。みたいなさ、そういう、まあ、ゴールデンストーリー、なんて言うんだろう。王道のストーリーか。王道のストーリーっていうのが待ってるとは思うんだけど、ただ、俺にはね、多分あんまりね、そういう才能っていうのは、ちょっと乏しい気はするんだよね。ただ、えっ、ー、と、乏しいからといって、 何かに対してその挑戦しないっていうのはあんまり良くないと思うんですよね。だから言うなれば、そのこれもね、まあ多分まあ昔例出したと思うんだけど、まあ例えば中学とか高校の時って受験の時に模試を受けるじゃないですか。で、たまにさ、いなかったその模試で自分の実力が分かっちゃうから、えー、模試自体受けないっていう人っていたじゃないですか。あとは、そうだな、まあ例えば、 まあ、運動とかのさ、その大会とか、まあ、特にまあ、運動とか、まあそういう何がしか起きそうスポーツの時に、事前に言い訳を用意して,してる人っていうのがいるじゃないですか。やれ、今日は足が痛いだの。やれ、今日はお腹が痛いだの。やれ、今日はどこどこだ、みたいな感じで、その、負けた時の保険をかけてるみたいな人っていうのがいるじゃないですか。俺もね、ちょっとね、社会人になってから、 その領域に入ってる気がするわけなんですよね。その、本気でぶつかって勝てないと、うわ、俺の実力こんなもんだって思ってしまって、グーンってな,なっちゃうじゃん。ね、その一回潰されるわけだから、へこむわけじゃないですか。で、そのへこむのが嫌だから、あの、言い訳を一応用意しておいて、負けてもしゃあないんだよっていうのを、えー、準備してるわけなんですよね。 で、そうすることによって、まあ、負けて、負けたとし負けて、その成果が出なかったとしても、いや、調子悪かったっていう言い訳を用意してしまうと。俺がね、ちょっとね、そのメンタル入ってんなって思ったわけなんですよね、社会人になってから。で、それの原因が何かっていうと、まあ、それが、まあ、実家に甘えてたり、あとは、その、低い家賃というか、別に低い家賃って言ったら違うかもしれないまあ、さすがにさ、2.5万のさ、 家賃のところはさ、さすがにエグすぎたでしょ。もうちょっといいところできるんだから。うん。そういうところに甘え、甘えて自分が一生懸命仕事をするっていうところから、まあ避けてたから、ちょっとね、あのー、良くない方向に行ってるのかなとは思うんだよね。だから、その、その状況を打破するために、あえて高い家賃のところに行って、まあ仕事なり、 もう自分の体を鍛えたなり、まあ、あとはね、今もやってけど、ロシア語を勉強するなり、いろいろと頑張ろうっていうことをしたいわけなんですよね。で、すげえ長話し、すげえ回りくどい話し,しちゃったんだけど、あの、いろんな経済的合理性とか、理論的に正しいっていうのを求めたら、実家に暮らしたり、あとはめっちゃ家賃の安いところに住むっていうのは間違いない,ないんですよ。ただ、 えっと、俺が今やりたいっていうのは、挑戦してみたいなっていうのがあるんですよね。何がしかにね。だから、あえて、家賃の高いところに住むっていう結論が導き出されるわけなんですよ。すげえぐだぐだになっちゃったんだけど、あの、一行でまとめるわ。あの、家賃高いところに行って、あの、ひいひい行って必死になろうっていうことですよ。っていうことが、今回の動画で言いたいことなわけなんですよね。 すいません。なんかちょっとね、取り留めのない話になっちゃったんですけど、それが、えっ、ー、と、俺があえて高いところのね、高い家賃のところに、えー、住んだ理由でございます。いやー、これね、多分ね、俺ね、動画編集してて、めちゃめちゃ意味わかんないなっていう動画になると思うんだけど、でもなんとなく暑さだったでしょ。暑さはあるでしょ。うん。暑さがあればいいでしょ。<laughs> っていう感じでございますんでね。で、ここまで見てくれた人はね、ぜひね、あの、チャンネル登録お願いできればと思います。 ということで、今日もありがとうございました。バイバイ。